2003年11月9日に起こった回帰月食月食とは、地球が太陽と月の間に入り、地球の影が月にかかることによって月が欠けて見える現象のことである。月食と表記する場合がある。詳細は、食表記を参照持ちの時に起こる。日食と違い、月が見える場所であれば、地球上のどこからでも同時に観測、観察できる。 月食の進行の連続写真メディアを再生する月食の連続写真動画すべての部分が本影に入る場合を回帰月食一部分だけが本影に入る場合を部分月食という月が半影に入った状態は半影食と呼ばれるが半影に入った月面部分の現行の度合いは注意深く観察しなければわからない程度であるため事前の予告なしに 肉眼で見ても気がつかない場合も多い。月が地球の影によって隠される度合いを食分といいという式で計算される。怪奇月食の場合は1以上、部分月食は0から1、繁栄食ならマイナスの値となる。地球の大気によって太陽の光のうち波長の長い赤系の光が屈折、散乱されて本影の中に入るため、怪奇月食でも通常。 月は真っ暗にはならず暗い赤色に見える。しかし火山爆発等で大気中に特に多量の微粒子が浮遊している場合には月が非常に暗くなり灰色がほとんど見えなくなる。月食時の明るさは光日のダンジョンの尺度などで表される。なお、月食の途中の駆け月が昇ってくることを日立ち退職といい、その逆に欠けたままの月が沈むことを月没退職と言う。 1> 第1接触月が地球の本陰に入り始めた瞬間。第2接触月が地球の本陰に完全に入った瞬間。この瞬間が中心食の始まりとなる。食の最大、食人好きの中心と本陰水の中心との各距離が最小となった時点。第3接触月が地球の本陰から出始めた瞬間。この瞬間が中心食の終わりとなる。 第四接触月が地球の本、影から完全に出た瞬間。日食、月食時の太陽月地球関係図。黒色の範囲が日食、月食を観察できる範囲である。月食が起こるのは太陽、月が王道、白道の交わる点付近にいる時に限られる。月食は多くの場合1年間に2回起こるか起こらないとし、3回。 起こる年もあり21世紀の100年間では合計142回起こる。一方、日食は最低でも年に2回、最多で5回起こる年もあり21世紀の100年間では合計224回である。したがって、月食の発生頻度は日食より低い。にもかかわらず、普通、日食よりも月食の方が目にする機会は多い。これは、 月が見えてさえいれば月食は地球上のどこからでも観測が可能なのに対し、日食は月の影が地球表面を横切る体上の限られた地域でしか見ることができないためである。月食と日食の頻度に違いが生じる理由は次のように説明できる。地球と太陽が共に内接する巨大な円錐を想定する。 月がこの円錐の太陽と反対の部に入れば月食が生じ、太陽と同方向の部分に入れば日食が生じることになる。この円錐のが月道付近における半径は月食側が約4460から4 7 5 0トル、日食側が約7990から8 2 8 0トルと異なるため月食の発生頻度は日食のそれよりも低くなる。 一年に月食が3回見られた都市日本の陸上でも、見られた日付を部分月食は、車体やざ、回帰月食は、太文字にて記述している。1833年1月6日から7月2日。 から十二月2六日1 8 5二年1月七日から七月一日から12月26日1898年1月8日から7月3日から12月27日1917年1月8日から7月4日から12月28日1982年1月9日から7月6日から12月30日2028年1月12日から7月6日から12月31日 1>, 1日2094年1月1日から6月28日から12月21日日本では他にも2010年があった。月食がない年1966年から1969年から1980年から1984年から1998年から2002年から2016年から2020年2011年12月10日の 回帰月食2014年10月8日の回帰月食2018年1月31日の回帰月食回帰月食の時の月面の様子は地球の大気中のゴミの量によって異なる。ゴミが少ないと太陽の光が大気中を通過する際の散乱が少なくなり月面は黄色っぽく明るく見える。逆にゴミが多いと大気中の散乱が多くなり月面は暗く見える。 フランスの天文学者、アンドレ・ダンジョンが20世紀初頃に月食の明るさを分類するために独自に尺度を決めた。一般的にダンジョンスケールとも呼ばれる。月食時に月から太陽を見ると、地球から見る日食のように、太陽が地球によって隠されるように見えるはずである。2009年2月19日、日本の月周回衛星、かぐやが世界で初めてこの光景の撮影に成功した。 半影からの撮影だったため太陽は完全に隠れなかったが地球によるダイヤモンドリングが観察された。ありがとうございます。